昭和基地。国際地球観測年に参加した日本が初めて建設した基地であった。ここで11名の越冬隊員とともにメス犬1頭を含む19頭のカラフト犬が、翌年の本観測を成功させるため越冬生活を送ることになった。それは南極の厳しい自然との戦いでもあった。おい、飯だぞ。出発したいんだよ。遅くなると海氷状態が危険で、とても内陸旅行はできんだろう。しかしあのエンジンの調子じゃとても長期旅行は無理でしょう。1号車は修理の見込みは立たんし、弱ったな。理事代はいい雪上車を持ってくるようですよ。改良すべき点はいろいろとこっちから知らせましたからね。しかし行きたいな、ボツンヌーテン。せっかく南極へ来たんだからね。その気持ちは分かりますけどね、予備観測という隊の使命から考えればもう十分に役目を果たしましたよ。潮田君。はい。犬ぞりはどのくらいの荷物を運べる？重量運搬を目的にした場合は大体引き犬の体重の約半分だと言いますから、強い犬だけ15頭選抜したとして、1頭大体36キロが平均。そうすると36 270です。ジロー 34.5。 はい。牛田さん、次どれ行きます？太郎。はい。撮って、写真撮って、太郎と一緒に。はい、太郎。よし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 。ほら、はい、せーの。南極大陸長期旅行は犬ぞり隊で行われることになり、10月16日基地を出発することになった。選抜された最強の15頭の犬ぞり隊であった。その目的は南極大陸内にそびえるボツンヌーテンを踏破し、その正確な位置、標高を転測し、地質を調査することであった。地質調査兼犬ぞり係として潮田明、気象観測兼犬ぞり係として越智健次郎、登山経験豊かな医師の尾崎雄三、この3名が隊員に選ばれた。
そうね。パッタ島のはずなんですかね。あれ、なんだあれ。死体を氷が押し上げたんだな。風の音ちゃうで、氷と氷がなぶつかり合うて出る音なんや。やばい、ビビって。こんなもんでビビってたらこれから先の旅続けられへんぞ。わしがな、お前ら本気で殴るのは強なってほしいからや。ここはな、日本違う、南極やで。強いもんしか生きられへんねやな。鬼の訓練さんも案外センチなとこあんな。おい、いや、あの先生の大いびきで目が覚めたら外であいつが悲しげに泣いとったんでさ、クソですし。俺も同じだよ。おかげでお説教は聞かせてもらえるし、
もう風強くなったからテントロープ閉めましてもう一人でするか。はい、お待たせ。船の原子炉に変えよう。はい、ベリムを下げて風連とサルを上げるか。はい、出してるぞ。どれだ？タロウス。ひどいか？大丈夫です。次郎もやられてんな。フレン船の家に変えよThank you.
は下りだぞ。八君、行くぞ。はい。ドクター。ああ。よしと。しっかり走らんから僕の旦那ら。おい、大丈夫か。大丈夫です。君じゃないよ、犬だよ。犬も僕も大丈夫です。飯です。おい、シロ、食うか。うん。いただきます。これがね、僕らの食料やったらね。君は若いから腹が減るだろう。いや、もうたまらんですよ。1日600グラム4000カロリー。我慢しますよ、僕は。夢にまで見た南極大陸やから。おい、はい、ゴロつなじゃよ。はい、ゴロ、ゴロ行くぞ。ゴロ、ゴロ行くぞ。ゴロ、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 ゴー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 。どういうつもりだよお前。餌やってんの誰や。さあ行くぞ。さあ、さあ行くぞ。役立たず。行くぞ、無駄飯食らい。ゴロゴロゴロ。何やお前、分かってくれたんか。え？
言葉がわかるみたいな。さ、行くぞ。行こう。ごろいで。ちょっと待ってくれよ。これカラフト犬を集めて訓練してくれた北大の先輩や後輩森島先生たちの寄せ書きなんですよ。一緒にお願いします。ボツンヌーテンからの帰路。
遠征隊は重苦しい霧に包まれ、無風状態の中、視界を一切奪われてしまった。いわゆるホワイトアウトの状態である。強い紫外線に目をやられ、3人の隊員は揃って雪目になった。重量制限のため重い無線機を持っていけなかった遠征隊は遭難寸前であった。大丈夫か、おじい。大丈夫です。犬ぞり隊が雪めくれて、情けない。後ろださん、おう、ちょっとは見えますか。少しはな。どれんかな今。出発してから約2時間経ってますから、もう基地から2、30キロのところ来てると思うんですが、犬が道を間違ってなければな。何か見えるかな。いや、霧が多くて何も見えないですね。さっきから考えてたんですけどね。おう、太郎と次郎、話してみたらどないです。ここでか。ええ、こいつら帰ったら小沢隊長救援隊出してくれる思うんですわ。いや、それは無事に基地に帰れたらの話だろ。大丈夫ですよ。本気でそう思ってんのか。牛尾さん、牛尾さんの気持ちは分かりますが、俺は越智君の意見に賛成だな。太郎と次郎が迷子になるようだったら、俺たちはもうとっくの前から迷子になってんじゃないかな。もしそうだったら、話そうが話す前が同じじゃないかな。そうします。よし、やろう。やろう。よし、行け。タロとジロは子犬の時に南極に連れてこられ、基地で育った兄弟である。
内くん、大丈夫か？大丈夫か？こいつはひどいな。大丈夫か？尾崎くん大丈夫か？あ、雪上車に君たちは乗りたまえ。犬は私たちを連れて行く。我々は犬たちと一緒に帰りたいと思います。大丈夫ですか？うん、大丈夫。タバコの煙が目に染みただけ。でもよかったですね、3人とも大したことなくて。やりましたよ、メスシロが。子供が生まれたんです。やめろ。なんだろ、こんな加減。あまり近ったらあかんだ。昭和32年12月の末、第2次越冬隊員を乗せた宗谷は氷海に突入したが、翌年になっても連日の悪天候と厚い氷に阻まれ基地に近づくことができなかった。2月、ついに宗谷はアメリカ海軍砕氷艦バートンアイランド号の協力を要請した。雪上車？雪上車はどうしました？バートンアイランド途中の危険があり、直ちに車を出してくれ。バートンアイランド？バートンはどうしましたか？もしもし、もしもし、アイランドはどうした？またまた時期嵐か。隊長、バートン号は立ち往生を恐れている、そう言ってませんでしたか？そうかね。ええ、わしの耳も年か。ああ、バートンアイランドまで動けなくなったか。この調子じゃ当分本体は立ち往生だな。つないでおきます。よしよし、ちょっと後ろさん。そんなに甘やかしたら二次隊の犬取り係が迷惑するの違いますか？よし、うん、写真撮っててやるか。え、外へ集合、外へ集合。
年間ご苦労さんでした。いや、やっと会えましたね。堀米君は元気ですか？は、実はここにいる全員に今日中に引き上げていただくよう決定したんです。引き上げ？引き継ぎもやらないで交代するんですか？それじゃまるで脱出するようなもんです。堀米隊長と岩切船長が内地の統合本部と打ち合わせした結果そう決定したんです。申し訳ありませんが急いでください。私はおと申します。この天気は今日いっぱいしか持ちません。ビーバー機で資材をピストン輸送します。その帰りの便で3名ずつ引き上げてください。長谷川君と武井君はここに残ります。通信と機械です。諸君、早急に荷物をまとめてくれ。池田君、一緒に行きましょう。はい。はい。いや。ボスは俺とオチ君みたいなわけにはいかんぞ。アンコ、アンコ、ステイ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 。武将田さん、これは首は総点検すなきませんね。二次の人が来た犬がうろうろしよったんじゃ恥さらしですわ。そうだな。癖があるからもう噛んだらいかんぞ。もうちょっと次郎のように愛想よくしろ。え？いいか？Thank you.
さんか戸田さんはどうでしょうか。The chances that the routes and weather conditions will get any better now look slim. I'm afraid it's time for you to decide against wintering here. We have belief in the success of our second wintering, Captain. We are not giving up. Aha! Kamikaze spirit? No! I'm afraid you're wrong.We are only saying we try to make the most of the last chance we have, taking in the situation correctly. こいつは完璧な記録だな。カミツキヤか。これがリーダーのリキ。こっちが一匹狼、風連のクマ。ほんまにいただいてもええんですか、これ全部。どうぞ、そのために作ったんだよ。そうですか、じゃあ遠慮なく、大事にします。他に何か気をつけることは。首輪かな。首輪、首輪だけは絶対に外さないようにしてくれ。瀬川君、武井君、心配したぞ。瀬川さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大変でしたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昭和も重要作業を急げ。基地は、他の犬はどうなってますか。第二ジェットはまだ続行中です。ですから残りの犬はまだあのままの状態です。餌はどうなってますか。見かけ妊娠を何日かずつ一匹当てに分けてきました。この母犬も子犬もパイロットが予備のガソリンを捨てて運んだんです。発する本船は本14匹丸々丸々バートン号とともに一旦外洋へ離脱、気象状況の好転を待ち再び東海に突入する。
ブリザードを避け一旦外洋に出た宗谷は再び氷海に突入、第二次越冬隊を基地に送るべく必死の挑戦を続けた。爆破準備よし。爆破。更新いっぱい。予言更新いっぱい。首輪のことなんですけどね、あの時首輪締め直したりするんやなかった。こうなる可能性もあったわけやし、あの時あんこが首輪抜けせえへんかったら、もちろん晴れるよ。ここっつったらいつも晴れてたんだ。きっと晴れるよ。そんな気休めにでもこのブリザード当分続くそうですよ。全身備速。両面全身備速。よろしいですか。残念かつ口惜しいことでありますが、天候の好転が見込めず、また宗谷の航行能力も限界に達し、第二次越冬は断念やむなきに至りました。昭和基地は放棄、本24匹一蓋丸丸、宗谷はすべての氷海行動を打ち切り帰国の途につきます。私は諸君と共にできうる限りの努力をしたつもりであります。あらゆる方法を尽くした。牛田さん、結果はすべて虚しいものとなった。すいません。諸君らのこれまでの労を多とするとともに、お互い気が合って国へ帰りたいと思います。隊長、改善してみます。隊長、犬見捨てるんですか。おじ君、もうよしたまえ。みんなできる限りのことはしたんだよ。お願いします。あと2回昭和号飛ばしてください。そしたら全部の犬収容できるんです。この天候じゃ無理ですよ。じゃああと1回だけ。あと1遍飛ばしてもらえませんか。1回じゃ無理です。全部で500キロ超えます。それでも飛びたいんです。行きます。
他に責任を取る方法がありますでしょうか。潮田さんでしたね。今日で中止しないと統合本部の命令に違反することになるんです。それに本船の飲料水がもうギリギリなんですよ。増水機にこれ以上燃料を使用することはできないんだよ。潮田君、スクリューも火事も壊れ、宗谷は満身創痍なんだ。燃料も尽きた。ケープタウンまで帰れるギリギリなんだ。これ以上無理は言うな。船員の諸君にも悪い。いつですか。水がないんじゃしょうがないですね。潮田さん、これをお返しします。実は我々大事なものを預かってきたんです。全国のカラフト犬のファンから犬舎に飾ってくれと送られてきたんです。失礼します。シッ、引けてもそっとさっぱりするか。潮田さん、俺にはどうすることもできんよ。俺に何ができるって。
鎖を切って最初に離れた犬はアンコだった。二番目にジャック。そしてリーダー犬リクが首輪抜けをした。続いてジローが。シロが自由になった。犬たちが基地に戻ってきた。タロとジロの兄弟犬はいつでも行動を共にしていた。リキたちは人間の姿を求め基地の中を走り回った。モクたち何頭かの犬が倒れた。
犬たちのリーダーであったリキはアンコ、ジャック、シロ、ジロを連れ餌を求めて基地から出て行った。が離れた。タロはクマと一緒になって仲間たちの後を追った。ジロだった。ジロはタロが気になって引き返してきたのだ。私は必死に餌を求めていた。最後に鎖を切って自由になった犬、デリーがいた。デリーも仲間の後を追った。そして合流した。表現にはところどころにクラックという氷の割れ目が走っていて、黒い海面が顔を出している。そのクラックは潮の満ち引きによって開いたり閉じたりする。その勢いで海の生物が氷上に打ち上げられ、そのまま凍りついているのだ。そのことをリキやフーレンのクマはすでに知っていた。
しかしクラックの近辺は犬にとっても危険な地帯であった。全く日本にはバカな奴が多い。南極のことも犬のことも何にも知らんくせして、かわいそうにかわいそうにか。あなたのことだ。まさかそんな愚劣な声に負けたとは思わんが、大学辞めてこれからどうするんですか。まだ何も決めてません。オーストラリアへ行ってみる気ありませんか。いや、メルボルンの地質学研究所から紹介が来たとね。これ、気晴らしに2、3年。先生、お気持ちはとても嬉しいんですけど。いや、分かった分かった。気晴らしができるくらいなら大学を辞めませんか。5月の南極、犬たちにもしばしの休息があった。アンコとシロは仲が良かった。南極にはしばしば蜃気楼が現れる。
リキと風連のクマに教えられて、タロとジロはアザラシを襲うことを知った。アザラシやペンギンが遠く海氷の淵へ去った氷原に南極の冬がやってきた。リキは人間の痕跡を追って大陸の方へと走り出した。それはボツンヌーテン遠征の道をたどることであった。しかし風連のクマは群れで行動することを嫌い、このクラック沿いにとどまった。南極では5月の終わりから7月初めまで太陽が姿を見せなくなり、暗闇の世界になる。太陽に代わって南極の空を支配するオーロラ。犬たちはオーロラに怯えて身を寄せ合っていた。ジャックは突如狂ったように走り出した。一頭になった風連のクマも天を仰いでいた。ジャックは仲間たちとはぐれて大氷河に立ちすくんでいた。
い。いや、カンニ、遅なって。なんや、まだお勉強終わらへんの？ほんまに行くんか？行ったかで人ばっかで疲れるだけやで。せやけどうち、去年は見られへんかったし。俺のせいか。そやないの。地球の果てなんか行ってはるさかい悪いんよ。なあ、行こう。うん、行こうほら。うん、もう、はよしたくし。言うこと聞かへんと。結婚してあげへんよ。あ、見えた見えた。あ、見えてるよ。見えたよ。なぎなたが見えるわ。いや、綺麗やわ。ビーちゃん、ほらほら、ここ来たえ、ほら。ビーちゃん、あれなぎなた僕へ見えるか？ほらほら。お好きなんですね、犬が。好きなお人は犬の方でちゃんとわかるそうです。ピーちゃん、行こう。どうしたん？なあ、なあ、ほんまですか、先生？何が？日本の一番暑い時が南極の一番寒い時。マスター、やめてな。南極のお話はうち嫌いや言うてやないの。それそうやけど、なんでそんなことしてんの？あかん、それ触ったらあかん。ほらほら、話そらさんと。南極はどらせてしもた。いや、このクソ暑いのに南の方が冬やなんて、そんなアホな思ったもんやさかい。これですわ。これが悪いんですわ。これを読んださかい。仕事をして死んだんですから、やむを得ないと思っています。まあ、かわいそうですけれども、別に誰も恨んだりなんかしておりませんので。どうも、下失礼します。ご苦労様です。だけお聞きしたいことがあるんですけど。はい。最後にリキを見たとき、リキは何をしていました？リキは私と妹と二人の犬なんです。妹は今出かけていますが、帰ってきたらきっと聞かれると思うんです。他の犬と一緒に。鎖に繋がれたまんま。鎖に繋がれて。申し訳ありません。
船力の墓なんです。妹が作りました。急に力が勢いよく走り出した。人間の匂いがするボツンヌーテン遠征の檻のデポ地点だった。そこにはアザラシの肉が残っていた。
落ちたのはあんこと仲が良かったシロであった。市議を申し述べます。市議、南極学術探検の尊い犠牲となったカラフト犬はこの北海道で生まれ、この稚内で訓練されました。風連のクマ、利尻のアンコ、みんなそうであります。15頭の犬は私たちドサンコの仲間であるとともに誇りであります。北海道の人間だけではありません、日本人の誇りであります。この仲間に私たちは今限りない。牛浦さん、私たち西洋人も15匹の犬に大きな関心を持っています。失礼します。お話聞かせてください。質問に答えてください。失礼。塩田さん、あなたは大学を辞めました。毎日犬の講演をして歩いていますね。それは犬を置き去りにしてきた罪の意識と考えてよろしいですか？罪の意識って何ですか？犬は我々の仲間でした。ではその結果はどうですか？生きたままに残すというもっと残酷な方法をあなた方は選んだということになりますね。確かに。だから自分たちのこの手で殺してやればよかったんですね。失礼。
どうして黙ってんだよ。なんか俺に言いたいことあるんだろ。ありました。牛尾田さんとおてどうしても話せなあかん思って北海道まで来たんですけど、さっきの牛尾田さん見てたらもう勇気のうなりました。どうしてだ。結局僕も一緒やいこと気がついたんですわ。自分のしたことにこだわるやつとこだわらんふりして実はこだわってるやつ。自分のしたことにこだわるやつか。それなんか似てると思わないか。なんか言われて。ほらボツヌーテンに俺たち行った時、あん時覚えてないか。クジラの死体。そうですよ、そっくりですな。こんなに出ますわ。あの中に今頃どれか入ってないかな。いや、それは二郎でしょ。二郎か。あんこやクマは入ってないかな。やっぱり力かな。力か。力だったら仲間連れて入ってるな。そうですよ。おち。はい。あいつら生きてると思うか。牛尾田さんどう思います。犬たちはリキ、タロ、ジロ、アンコの4頭になっていた。大陸から反転して氷海に向かった犬たちは疲労しきっていた。盗賊カモメの飛来は厳しい冬の終わりを告げていた。しかし自然は犬たちを温かく迎えてくれたのではなかった。
然のシャチの襲来にリキは身をもってタロとジロをかばった。タロとジロー、リキを気遣って舞い戻ってきた。沿いにアザラシの死体があることをタロたちに教えたのもリキである。リキは生きるために必死に頑張った。しかしリキはもう歩けなかった。アンコを乗せた流氷は大陸の方へ流されていった。こんにちは。こんにちは。犬ですか？そうです。大きくなって。名前は？リキです。リキ、私たちやっぱり犬を飼うことにしたんです。そうですか。そりゃリキもきっと嬉しいでしょう。Thank you.
は利尻島で育ったの。あの島は冬になると犬はそのままにして人間だけ本土へ引き上げちゃうから、犬は一人で餌を見つけてちゃんと生きるんです。だからリキはきっと自分一人で頑張り屋だから、あいつ。利尻島で一人で暮らせたからって言って南極と利尻じゃ比較にならないでしょうね。そうですよね。全部がと願うのはもちろん無理でしょうが、でも何頭かは生き抜いてくれてるんじゃないかってこの頃そう思うんです。でも零下40度にも50度にもなるんでしょ。でもカラフト犬は寒さに強いんですよ。じゃあリキは自分で餌を取ってますね。そう祈ってます。よかった。自分はついこの間まで犬たちを殺してこなかったかってそればっかり後悔してきました。でもそれは間違いでした。生き物なんてそんなもんじゃない。どんな生き物にも命があって誰もその命を奪う権利なんかないんだ。そんな簡単なことが分かるまで随分遠回りしてきました。南極に春がやってきた。
南極育ちのタロとジロには基地がふるさとであった。フーレンのクマが一頭の犬を連れて走ってきた。流氷に乗って大陸へと流されていったアンコだ。アンコはクラック沿いにとどまったフーレンのクマと一緒になることで生きながらえることができたのだ。野生化したフーレンのクマに従って三頭の犬は獲物を求めて走った。
とうとう三頭になってしまった犬たち。風連の熊は再び大陸の方へ消えていった。タロとジロはふるさとの基地から離れることができなかった。何や、慌てて。黙って行くつもりやったん。いや、またお前ほっといて地球の果てに行くわけいかんやろ。それに行ったかて辛いばっかりやしな。それやったらまだメンバーに入ってへんのね。はよはよ東京行かはったら。今やったらまだ間に合うやろ。うち待ってるわ。南極行ってその目で何もかも確かめて、その上でうちを選ぶなりほかすなりしてちょうだい。
展開してくれ。潮田さん、一度回ってもらえませんか。江戸大将、どうしますか。基地に向かってくれ。牛尾田さん、基地の調査が終わり次第資材を空輸することになってるんだ。諦めてくれますか。五郎、腹減って
ち。フーレンのクマ、いや、タロウとジロウです。Yes.